結構これ夜冷えそうっすね。いやー寒いでしょ今日は。ちょうど俺昨日キャンプ行ったんですよ。あ、本当ですか。そう、昨日京都でキャンプした時はね、結構冷えたっすね。ああ4、5度ぐらいですね、マジで、気温が。そんなになるんだ。あの魚でも、魚でも。あの魚たちをどう食べるかですね。いや、どうさばいてやろうかな、あれを。まあ、まずくはしないんで、安心してください、多分。おいやね、ベラも多分、そこそこ出してくれると思うんですよね。ベラだよ。まあ、坊主より、まだ良かったですけどね。まあまあ、良かった、良かった。それ多分。後半急に魚が食い出しましたもんね、ちっちゃくても。いや、ほんと地合い入りましたね。ああ、地合い入った。秋も深まってまいりましたって感じですな、これは。いや、いい、この色が綺麗。ねえ、最高でしょ。結構普段キャンプとかね、焚き火に火つけたりとかします。あ、焚き火に火つけますよ。ちなみに 何使ったんですか。あ、僕ね、アルコール持って歩いてるんで、もうそれをなんか、例えば新聞紙にもうかけちゃって。なるほどね。それでもう火捨てちゃいます。なるほど。いや、まあ、ご家族とのキャンプはね、確かにもう段取りの速さが求められますからね。いや、でも今回のこのキャンプ、まさかもうアルコールなんて使わないでしょうね。持ってるよ。一応持ってるよ。俺絶対使うぜ。今日はちょっと普通なね、キャンパーの火の付け方を挑戦してもらおうかなと。メノっていう硬い石と、はいはい、アルミシウムの塊っていう石、あれをカチカチやって、チャークロスっていうカチカチの布があるんですよ。はいはいはい。それもうちょっとの火種ですぐに燃え上がるんで、それに移して、そっからさらに朝日に移して、どんどん火を大きくしていくっていう作り方をね。なるほど、やろうやろう。ああ、やろうぜ。で、今、鶴平さん乗ってるバイク、はい。何台あるんですか。今は、川崎の Z900RS。着きましたけど。いや、着きましたけど。真っ暗です。いやー、ここか。いやー、めっちゃやばいね、これ。キャブヘイさん、そう。散歩させてもらったんですけど。はい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 。上までずっとあるじゃないですか、これ。この三段形式になってて。もう今いるこの僕たちの場所が一の原。一の原。一番開拓してるところですね。二の原、そして三の原まであって。まず何します？いやね、せっかくこう鶴野さんに来てもらって、なんかそんなしょうもないもんクラフトするんじゃもうもったいないっていうことで、今回とっておき用意したんで、はい、それ一緒に作りましょう。うん、目の前にあるこれドラム缶、こいつを使ってもう皆さんお分かりの通り五右衛門風呂を作りたいと思います。ちょっと俺全然何も見えてないんだけど。いや、だってもうスモークシールドを張りすぎても何も見えないですから。あ、それ作業できないでしょ。いや、絶対できない。どうするんですか、ちょっとキャブさん。いや、もうそんな編集の方に頑張っていただいて。本当。そう、今日せっかくね、そろそろまあ時期も寒くなってきたってことで、やっぱりちょっと風情のあるものを作りたいの。はいはい。なんでこう実用性も兼ねたこのね、ドラム缶風呂で身も心も温めましょう。なるほど。水源からある程度近くないとダメなんですけど、どうしようかな。ちょっとね、せせらぎが聞こえてるんで、カバーはあるでしょ。はい。あ、そう、あっちになんか普段俺が使ってる水間があるんで、はい、一旦ちょっとそっちの方を見ながら。ちょっと行きます。はい。あ、ここか。いや、これは組み上げるの大変。あれ、これ台風でやられてますな。やられてますよ。足場気をつけて。そっか。いやー、ここが一番水源。ここだったらワンチャンバケツで。こういけるよね。そう、ワンチャンっていうか、ここしかないと思う。土台だけしっかり作り込んで、で、がっつりしたところにドラム缶乗せる。しかないね。水入れる。湯を沸かす。ですね。行きましょう。行きますか。じゃあここにします。はい、じゃあもうそこをお風呂場とする。うん、気をつけてよ。陥没するよ、これ。
そうですね、とりあえずドラム缶これ絶対いけるかな、2人で。おいっす、もう、よいしょ、ちょっとズンさん、早くで、これあっちまで持っていくか。はい、あ、俺後ろ行きますよ。もう、カップしたらキャラフェアさんも、あ、でも、やべ、何も見えない。行きますよ。よいしょ、はい。あ、いい、いい。いや、でもいい、いい、ね、落ち着かせないですよ、最近の。本当、はい、ね、結構高かった。これ高かった？あのね、これでも7万とか。7万？はい、ドラム缶7万もするの？ドラム缶7万するんですよ。マジで？こんなガッチリドラム缶するんだ。これ開けらんないと入らないよ。あった、いたいたいた。よっしゃ、オープン。オッケー、オープンな。おーい、おーい。問題はちょっと風向いてるんで。そうね、こっちなんか4枚にしてこっち5枚にするとかっていうことですか。4枚こうか。これじゃあ無理。4枚。はいはい。ああ、いや、もうちょい。おっ、もう1枚だけですか。はい、どうぞ。おお、え、あ、もう1枚、もう1枚かまってよ。はい、あ、でもこれいい感じだよ。お、いい感じじゃない。あ、来た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 。あ、おめでマルチファンクションしゃべる。はい、ホルトのかけていきましょう。ホルトのかけて。はい、マルチいいよ。ネットとか被ってるからでしょ。俺だって投げるんだったら抜きたいよ。頑張れ。おー、いいよ。おー、いい。才能あります。才能ないけど。今から巻き集めて、はい、巻き集める。ドラム缶を振る、うん、水を溜める、はい、で火を作る、飯を作る。気持ちいい、気持ちいい。はい、行こうか。じゃあ、はい、もうやるだけやってみるしかないと。よし、やってよ。そうなんですよ、うんうんうん、これだったらだいぶ日持ちいいと思うんで。なんか湿ってんぞこれ。部分的ではね。つくかこれ。そう、でも最後の雨はマジだり。ねえ、この雨だね。雨がなければまだ結構なんかその木陰になってるところとかって、はい、あの雨の影響受けてないと思うんですよ、ね。乾いてるやつ乾いてると思うんですよね。じゃあ木だね、細かい木だね、どうするんですか。あの杉の枯れ葉とか、うん、あのちっちゃい枝とかっていう最小ぐらいのやつ。はいはいはい。右の問題お願いします。オッケー。楽しいだろうな。こんなとこに住んでたら。おーっと、やばそう。傷だけつけちゃった。いや、でもね、キャンプで飯食ったら大体ちょっとうまくなる説あるさ、ね。わかるわかる。いや、ベロはなんとか美味しく食べよう。いや、マジで。せっかくね、持って帰ったんだから。うん、ただ僕はっきり言うよ。はい。まずかったらまずいって。いや、もう言っちゃってくださいよ。いらね。水くんにはやばいっすよ。水くんはやべえな。で、水くんでる間に、うん、もう飯を取ってるって感じですね。あ、そうか。はい。何で言うの？この水場の水をこん中に入れるんでしょ？すごい量だぞこれ。気が遠くなるぜ。
いやでも、まあ安心してくださいよ。一応ね、あのこういうこともあるけど、あの USB で動く小さいポンプみたいなの、ね、ちっちゃいでしょ、はい、200リッター舐めちゃダメだよ。観賞魚用の水槽用のやつなんですよ。あー無理だって空気もいけます、水もいけます。はい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 。でこれをこうよ、うんうんうんなるほど。これもしこれで成功したらめちゃくちゃラッキーだよ。ああ、石を今日は。ああ、すげえ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 。これでいいんじゃないの？やば。ああ、はいはい、これを刺しますよ。チューブ、ここに刺しますよ。すげえ、こんなにこれいくらだったの？これ1900円です。あとはだ。これで電源オンにすれば水が出ると。上がったら万歳。いやー、僕大体予想つくのよ、キャブさん。はい。なんか人ん家行った時とかさ、はいはいはい、なんかこうトイレ借りた時にね、はい、前の人が流して、はい、それでなかなかたまらないタンクの水道あるじゃん。はいはいはい。そこだけは避けたいよね。いや大丈夫、そうにはならないです。このポンプすごいんでしょ。すごいです。ね。ただ一つごめんなさい、ケーブル忘れました。これに刺す予定だったケーブルが入ってないです。いやこれキャブさんやってるよ。オフセット、オフセットされてるってことか。あ、違う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  LED つけちゃった。いけるいける、入ってんじゃんこれ。ってことは、あ、こっちか。いきます、せーの、うん、おー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 、すげえすげえ。え、おっそそぼこれマジで田舎のばあちゃんじゃトイレのやつ。そうそう、あれあれ、タンクたまんないやつ。あ、でもでもあ、もういいだってこれほっといてもたまるってことだからね。あ、そうっすね。じゃあこっからもうあの同時進行だね。え、飯の準備しようだよ。飯やりながらこれやっとこうよ。そうっすね、今日はあのスッカーベラあれを美味しくトイレしよう。竹切って、その竹の中で米と一緒に炊き込みご飯で、ベラ炊き込みご飯やってて、ベラごとごと、ベラ内臓を抜いたやつごと入れてごと米と一緒に炊くとか。米炊くまあ、くなると思う、多分そう信じてやるか。ちっちゃい魚と天ぷら、ベラの炊き込みご飯、うん、どうすかね。これいいじゃん。うお。はい。かっこいい。いきますよ。おお。あ、来た。はい、行くよ。オバイクチャンネルです。最高最高、ちょうどベラの形してる。こう、すーおっ、おいおいよし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 オッケーはーい、オーライ。これで反対側同じように切り込みを入れて、はい、間、刃物を入れて割ると。なるほど、いいよいいよ、ほいほい、はい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 、あー、ちょうどいいね、素晴らしいですね。はい、はい、じゃあ、あとはね、このね、入刀式もお願いしましょうか。これはね、ここに一発刃物ストーン入れてやるだけでもう蓋できますんで、ストーンって入れるとかで、おお、一回当てがあって石とかで叩いてあってもいいかもね。なるほどね。いきます、はい、せーの、おお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 お、石が砕けた、石が砕けた、石が負けたんだけど。石が負けた。あ、でもいいよ。いや、いけるいけるいける。抜けなくなった。抜けなくなった。これはやばいな。ちょっと待って、俺のナイフ。ちょっと。マジ抜けねえんだけど、ほら。落ちた。お、蓋が取れそう。あ、よしよしよし、いけ、
サイズですよこれ。ピッタンコカンカン。あ、いいね。なんでそんなにうちらベラに支配されてんだよ。大事だよ、ベラ入る分も考えて、うん、はい、飲んでしょう。で、お水。水は顔の水？もちろんです。おお。空腹にベラか。空腹にベラ。どういう意味ですか？さんざんの様？釣りをしても魚が釣れず、結果最後に釣れたベラ。ちょっと多めに入れますか？オッケー、じゃあここに最終的に入るのがベラ。大きいの一発どうも入れますか。色やべえもんこれ色彩。ごめんよベラちゃん、美味しくいただくからな。結構腹パンパンっすね。腹パンだね。これ水で洗わないと。一発洗いますか。はい、ちょっと。うわすげえ肉ブヨブヨしてんな。いやすごいでしょ。つけちゃうもう。このままいる。なっ。マジで？あーすげえ。キャンプ飯っぽいこれすごい。これも火かけたかなきゃいけないからね、まず。いやでもね、うん、これはなんかいけそうな気がする。あ、そう？うん、だってじゃあお風呂の様子見に行きましょうか。行こうか。すっげえ溜まってる。火かけようってもやるじゃんこいつ。もう最後の余力だねこいつ。バカに持ってるっすこれ。あのキャンプベテランの辻野さんなら、はい、お手の物でしょうけど、今回お手の物じゃないですよ。ライターなんか使わずに気持ちいいですね。気でいきますか。はい、チャークロス。はい、これがチャークロスってやつですね。めっちゃ燃えます。させた布です。ちょっとの火種で赤くなり始めるんで、なるほど。だったらほぐしたこいつの上に乗せてフーフーしてください。なるほど。俺多分ヘルメットでフーフーできるんで。でこっちに火が移ったら、はい、本気で吹くはもうボーッとね、ボーッとね、ボーッとね、はい、ボーッとね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 、まずメロン石、うん、今右手で持ってるこのカルフの石があるんで、こいつの上にチャークロスを置いてください。はい、削るような感じで、アルコール持ってたけどな。アルコールかけりゃ自力なんだけどな。自力だよ。あー、ダメだな。クソ、これやっぱ湿ってんだな。アルコールちょっとかけますね。まさかもうアルコールなんて使わないでしょうね。ははは、持ってるよ。一応持ってるよ。俺絶対使わせん。おっしゃ。頼みました。とどめ刺したかなですね、今ので。くそー。あれ？こっちに行きます。こっちだな。やっぱこれだよ、ファイヤースターター。あれ、角度できるっすか。はい、行こうか。いいですか。おっしゃ。おい、ファイヤー一撃。一撃。あ、やっぱファイヤースターターだわ。そうやろ。あー、いいいいよ。
じゃあここに今文明が文明がいや起きましたね。生まれたね。やっぱ火にあると安心するわ。そうね、やっぱでも一番食い応えもあるっすよ。いやそうだけど俺ちょっとこれ一口いいいいよ。今日もご覧いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。ノルノでした。